ヒアコン・渡るは沖縄県島尻郡古神田町出身のプロ野球選手。2020年からは沖縄初のプロ野球チームである琉球ブルーオーシャンズに所属する。沖縄小学高校3年春の第77回選抜高等学校野球大会と夏の第87回全国高等学校野球選手権大会にレギュラー中堅守として出場。 春の選抜大会ではと、チームの準々決勝進出に貢献した。一学年下の後輩に、石峰正大がいる。高校からの卒業後に、上西大学へ進学。首都大学野球のリーグ戦では、2年時の春季、4年時の春季、秋季に、外野手として、ベストナインに選ばれた。一番打者に起用された4年の秋季リーグ戦では、打率、421で、 首位打者にもなっている。在学中にはリーグ戦通算で76試合に出場。本塁打を放てなかったが打率282、16打点を記録した。大学卒業後に日本政治へ入社すると石巻野球部で1年目から成中研修の座を確保。1年目の2010年にはチームも総部25年目で、 初めて都市対抗野球全国大会に出場した。2年目の2011年には3月11日に野球部のある宮城県石巻市が東日本大震災へ見舞われた影響で練習を控えた時期が続きながらもジャバ東京スポニチ大会での準決勝進出に貢献した。同年の NPB ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから3巡目で指名。 契約金5500万円、年俸1000万円で入団した。背番号は0。2012年には公式戦の開幕を一軍で迎えると4月1日の対読売ジャイアンツ戦8回表に相川良次の大層で公式戦初出場。いきなり盗塁を成功させた。7月19日にはハード・オフエコスタジアム新潟でも要されたフレッシュオールスターゲームに イースタンリーグ選抜チームの一員として出場。同リーグの公式戦にも41試合の出場でリーグ3位の22盗塁、打率297を記録した。一軍公式戦でもダイソーを中心に42試合へ出場すると、打率273、11盗塁という成績を残している。2013年には、 一軍公式戦63試合に出場すると、自己最高の14盗塁をマーク。5月18日の対千葉ロッテマリームズ戦では、5回裏に一軍公式戦初本塁打を、ナルセ・ヨシフサからの2点本塁打で記録した。2014年には、一軍公式戦へのシーズン初出場が5月5日の対阪神タイガー,アース戦まで持ち越されながら、同月だけで打率。 273を記録。一時は上田武氏との併用を扱いながら2番中堅守としてスタメンに起用されていた。しかし8月中旬からは1軍と2軍を往復。1軍公式戦全体では56試合の出場で3年連続の2桁投類を記録しながら打率が232にとどまった。2015年には 川端信号を2番打者、山田鉄道3番打者に据えるチーム構想のもとで、上田が故障で戦線を離脱していた、後半戦から1番打者として一軍公式戦へ出場する機会が増加。上田の戦線復帰を機に併用策へ戻ったものの、自己最多の84試合に出場するとともに、自己最多の3本塁打を記録した。2016年には、 一軍公式戦76試合に出場。打率は前年と同じく、230ながら前年の6盗塁を上回る8盗塁を記録した。8月7日の大阪新戦では、5回表から右翼手として出場すると、加野啓介が放った浅い引きを落とし、2点を失う、適時失策を犯しながらも4打数四安打二2打点をマーク。 同点の延長10回裏虫2.3塁で迎えた第4打席で4本目の安打を放ったことによってチームをさよなら勝利に導いた2017年にはイースタンリーグ公式戦55試合の出場でリーグ2位の26盗塁をマークしかし一軍公式戦への出場は35試合止まりでプロ入り後初めて盗塁を記録できなかった2018年には 青木のりちの復帰や田代翔太郎の加入で1、軍外野陣人の競争が激化した影響で、1軍公式戦への出場機会が激減。4試合の出場で1盗塁を記録したが、2打数無安打という成績にとどまった。シーズン最終盤の10月2日に、球団から戦力外通告を受けると、12月2日付で NPB から自由契約選手として公示された。 ヒアネ自身は NPB た球団や社会人野球での現役続行を希望していたため11月13日にはシートバッティング形式の12球団合同トライアウトに参加4人の投手に対して無安打という結果に終わった一方で奏者として投類を2回成功させた結局 NPB た球団から獲得のオファーを受けるまでには至らなかった 納得するまで野球を続けたいという理由で2019年は大和高田クラブに所属。同年10月29日、NPB 参入を目標に掲げる沖縄発のプロ野球チーム琉球ブルーオーシャンズに第1号入団選手として入団することが発表された。沖縄小学高校時代に50メートル走で6秒2、日本静止の巻時代に 最速で5秒95を記録したほどの俊足を生かした走塁に定評がある。ただし、ヤクルト時代の2014年に一軍公式戦で5、失策を記録するなど、外野手としての守備力は高くない。ありがとうございます。